プロディジー、ザ・プロディジー、ザ・プロディジーは、イギリスのテクノ、エレクトロロック・バインド、1980年代末期のレイブ・カルチャーをその、出身基盤に持ち、ロックとテクノの積極的な融合を試みることで、その先駆者として、既存の電子音楽の持つ、可能性を大きく押し広げた。特に、世界的なヒットを記録した、サードアルバム、ザ・ファット・オブ・ザ・ランドは、 1990年代におけるダンスミュージックの到達点、金字等と評される。1990年、イギリスのエセックスのクラブでメンバー5人が出会い、バンドが結成された。1980年代終わりから盛り上がりを見せたセカンドサマーオブラブシーニア、それに続くレイブカルチャーにおける人気アーティストとして、アンダーグラウンドシーンを賑わす存在とな。 1991年に XL レコーディングスと契約、これと前後してシャーキーが脱退。アンダーグラウンドの熱気を受けるようにリリースするシングルがイギリスのダンスチャート上位に常にランクインるようになったシングルチャーリーや Everybody in the Place は当時のレイブシームを代表する曲として今なお根強い人気がある。1992年にファーストアルバム エクスペリエンスをリリース。いち早くドラムンベースを実践し、ブレイクビーツを多用した。このアルバムは多方面から脚光を浴び、バンドは一躍、メジャーシーンにのし上がる。日本ではフジテレビで深夜に放送されていた音楽番組ビート UK でシングル Everybody in the Place が UK シングルチャートでナンバー1を獲得。おまけに Abex から発売された。 コンピレーションアルバムスーパークラブグラビンボリューム5にも一曲目に収録されている。1993年に初来日、東京ドームで行われたエーベックス主催のイベントエーベックスレイブ93でライブを行った。1994年セカンドアルバムミュージックフォーザジルテッドジェネレーションを発表ブルーピープル ポイズンなどの斬新な手法を取り入れたトラックを中心としたのアルバムでオルタナティブロック系サウンドを大々的に導入。ブリッドポップのバブルに湧く UK ロックシーンとの相乗効果もあってアルバムは全英1位を獲得。国内だけで100万枚を超えるセールスを記録し、バンドの人気と評価は確固たるものとなった。またこの年に2度目の来日。a e x 主催。 エーベックスレーブ94に参加した。大ブレークの勢いそのまま2996年、シングル、ファイアースターター、ブリーズ、スマックマイビッチアップというクラブ界のサンダイアンセムとなる曲を次々に発表。そして翌1997年にサードアルバム、ザ・ファット・オブ・ザ・ランドをリリース。様々な音楽性を横断し、ダンスとロックの垣根を完全に打ち払った。 このアルバムは、英米カ護4カ国を含む、全世界22カ国の最主要アルバムチャートにて、初登場1位に輝き、全世界で1000万枚を超えるモンスターヒットを記録、さらに同年のグラミー賞にもノミネートされるなど、賞は逃した、バンドは芝叩く間にして、全世界的な成功を獲得するに至る。同年のグラストンベリーフェスティバルでは、ダンス系アクトとして、 初のヘッドライナーを務める。また、初開催となる、フジロックフェスティバルにも参加。しかしながら、天候不順のためライブは行われなかった。翌1998年には、ヘッドライナーとして、フジロックへの出演を果たしている。くしくも97から98年頃を境に、英国では、ブリッドポップブームが収束の兆しを見せ、真の主役が、 クラブ系アーティストへと移行する一つの潮流を作り上げることともなった。ザ・ファット・オブ・ザ・ランドの大成功による世界ツアーは仕掛け2年にも及んだ。あまりも長期にわたるライブ生活によって疲労を困敗したバンドはしばらく休息状態に入る。その間、1999年にリアムがミックス DJ アルバムを、翌年にはマキシムがソロアルバムを発表。 2003年にはキースもフリン名義でソロプロジェクトを始動させるなどメンバー各自のソロ活動が活発化した。活動を休止と前後してバンドの方向性から完全に逸脱し存在自体が希薄になっていたダンサーのディロイ・ソンヒルが脱退し3人組となる。バンド活動は2001年から徐々にロックフェスティバルを中心に再開。 世界中のフェスの大鳥を飾りながら、2002年には、再び、フジロックのヘッドライナーも務めた。同2002年、前作から5年ぶりに、4枚目のアルバムへと繋ぐ位置、付けとなるはずだった、シングル、ベビー、S ごと、A テンパー、日本版未発売を発表。このシングルはヒットこそしたものの、前作の延長線上、焼き直しとメディアに袋叩きにされ、 この方向性に疑問を感じたバンドは、当時半分以上完成していた4枚目のアルバムのための曲を全廃棄し、まぬ4枚目のアルバムを一から作り直し始めた。そして2004年、前作から7年ぶりに4枚目のアルバム、Always Outnumbered, Never Outgunned, 前衛初登場1位をリリース。前作からの脱却をテーマに、レコーディングには、マキシムとキースは参加せず、 代わりに、ジュリエット・ルイス、オアシスのギャラが兄弟ら多くのゲストボーカルを招いて、制作され、全体にブレイクビートテクノが失踪する、クラブ系サウンドに回帰した仕上がりとなった。本作からは、スピットファイヤー、ホットライドなどのヒット曲が生まれている。2005年には、初のベスト版である、シングルス1990から2005をリリースし、キャリアに一区切りをつけた。 サマーソニック08など数本のフェス出演を経て、新作への手応えを形成させたバンドは、5作目となる、アルバム、インベイダーズマストダを2009年に発表。ザ・ハット・オブ・ザ・ランド以来実に10年ぶりに、マキシムとキーズが参加して制作された、復活作とも言うべき内容で、ビッグ、ビート当時を彷彿とさせる会心のダンスビートが、多くの交流を及んだ、全英1位。 ヨーロッパ主要チャートでものきなみトップ5、日本でもオリコン8位を記録。現在、長期かつワールドワイドにわたるツアーと数多くのミュージックフェスへの参加を講ているが、日本公演においては、ペンデュラム、波動拳、オートクラッツといった気営の更新バンドをサポートに、従えての大規模なフェスが行われた。2011年には、ミルトン・キーンズのナショナルボールでのライブ音源と、 映像を収録したキャリア初のライブ版、ワールズ・オンファイアをリリースした。2015年3月、日本版は4月には、前作から6年ぶり、6枚目のアルバム、ザ・デイ・ズマイエネミーを発売、それに伴うツアーが4月からオランダを皮切りに、行われる予定である。マキシムとキースの個性的で強烈なビジュアルイメージ、ゆえに、際物的な扱いをされていた時期もあったが、 リアム含め3人ともねは音楽オタクであり、飽くことなくスタジオに入り浸って楽曲制作に勤しむクリエイターぶりは有名で、インタビューその他の3人の受け答えはライブの姿とは打って変わって冷静で知的な側面が強い。特にリーダーのリアム・ハウレットはクラシック音楽の英才教育を受けて育ったが、多感な青年期にヒップホップの DJ をも経験していることからの影響か、 彼らの音楽はクラシックの展開、構成力とヒップホップのリズム感やビートのパターンを兼ね備えたものとなった。一見衝動的に思われるプロディジーの諸楽曲群はレッド・ツェッペリンの音楽さながら緻密に計算された上で見事にクラシック的な気象点結の上に成り立っている。日本ではアンダーワールド、オービタル、ケミカル・ブラザーズと共にテクノ四天皇とも呼ばれる。 様々なジャンルの世界三大、世界次大などと同様日本でのみ通用する故障である。所属レーベルは2005年のベスト版シングルリリースまでは XL レコーディングス。2009年のフィフスアルバムからはクッキングバイナル参加に新たに設立した自身のレーベル Pake Meet the Hospital からリリースを行っている。セブンスアルバムはとライセンス契約を行い、 BMG から発売している。日本国内版は ABEX からサードアルバムまでリリースされたものの、その後しばらく国内版は廃盤状態が続いたが、2004年のホースアルバム発売時にソニーミュージックエンターテインメントが TH アルバム及び e x p e リ i e n c e Expanded、Second、r ードの各アルバムを発売し、ベスト版も発売されたが、 現在はすべて廃盤になった。現在では、XL レコーディングス時代のアルバムは、ホステスエンタテインメントから発売されているが、ゼアロー、グレーテストヒッツ1990から2 0 0 5は、通常版のみ、ファースト及びセカンドアルバムもオリジナル版のみとなっている。2009年に、自身のレーベルに移ってのフィフス、シックスアルバムは、ビクターエンタテインメントより発売されている。 日本未発売のものも含む楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。